い、お久しぶりの ZOZO タウンで5万円分購入いたしました。はい、ということで最近できてなかったんですけど ZOZO タウンで今回は5万円分の商品を買わせていただきました。で、今回のこの ZOZO タウンの動画に関してはめちゃくちゃ参考になるかわかんないです。でもなんか僕がいいなと思った生活用品とか、これはめちゃくちゃ使う、そろそろ買い替えなきゃと思ったものをたくさんというか同じものをいっぱい買っちゃいました。なのでまあ参考になる方はいると思うのでぜひ見ていただければなと思いますし、なんか一緒のものばっかじゃんって思われる方も多いと思うのでよかったら最後まで見ていってください。はい、ということでやっていきたいと思います。今回購入したのは靴下1つ、靴下2つ、靴下3つ、ニット1つ、ニット1つの計5点でございます。いや、こいつ靴下めっちゃ買うやんって思った方、そうなんです、そうなんですよ。今回はなんかあんまトピック性がないんですがやっていきたいと思います。じゃあ、早速、はい、今回購入したのはまずニット、バトナー、毎シーズン僕は買ってます。バトナー2色購入しました。で、こちらなんですけども2色買った理由は素質に良かったってところと、僕バトナーのニットね、オレンジの、まあオレンジというか朱色のニット持ってるんですけど、あれ本当に着心地よくてよく着てるんですね。はい、この色めっちゃ綺麗じゃないですか。今季とか来季って多分こういう色が流行りそうな気がしてて、こちら僕サイズ2買ってますね。で、これの面白いところが原毛の状態で温度と湿度の管理を徹底して一定期間熟成させたウールを持つ、本来の膨らみを最大限引き出したエイジングメリノウールっていうところで、まずこの文章でめちゃくちゃ聞かれたんですけど、なんだそのソーセージとかなんかチーズとかみたいな話はみたいな、熟成させるって何みたいな、まあ、そもそもウールって動物の毛なので動物性のねタンパク質みたいなところもあるので、なんかそのまあその熟成させるってのはなんとなくわかるんですけど、なんだそれはと思ってすごいね、まあ読んだ瞬間に気になったアイテムです。で、エイジングメリノウールってところで、僕結構メリノウールがすごい好きなので購入したって感じですね。まあでもなんか多分3シーズン目の素材になってるので、僕去年買ったやつと多分一緒だと思うんですよね。去年こんな説明書いてあったかなって感じなんですけど、まあでもね、本当に滑らかで肌当たりが柔らかいニットになってます。ってところで僕は個人的に購入しました。一応素材はウールのみって感じなんですけど、すいません、バトナーをあんまり知らない方、バトナーの説明も入れておきますね。2013年 SS の展開をスタートして、まあ、1951年からメゾンブランドとかを手掛けていたファクトリーから発信されています。なので結構何がいいかというと、メゾンブランドがその工場を、メゾンブランドっていうのが結構そのいろんなブランドあるじゃないですか、アルジャーとかフェンディとかなんとかとかなんとかなんで、いっぱいメゾン系のブランドがあると思うんですけど、まあ、そこが信頼して使ってた日本の工場で、まあ、ファクトリーブランドですね、言ってしまったら。で、ファクトリーブランドが作ってるので品質はめちゃくちゃいいんです。そういうメゾンブランドが使いたいと思った工場の品質なので。で、そこから展開してているニットメーカーのブランドがバトナーっていう感じですね。これは結構有名なブランドにもなってると思うんですけど、バトナー自体も品質はいいんだけどコスパがいいっていうところですね。皆さん最近コスパコスパって多分よく言われる方が多いと思うんですけど、コスパがいいんですよ。これ2万円メゾンだと十何万するところを、これは2万ぐらいでブランドネームが乗っかってないからっていうのもあると思うんですけど、まあ、そのぐらいの価格帯でできるっていうところが俺の良さかなって思ってます。で、バトナーで今季2色、この、柔らかいグリーンブルーの色味と、このアイボリーかな、エクリューに近い色、エクリューとアイボリーがすいません
アイボリューって何やねん。でこちらの2色展開購入させていただきました。いやめっちゃ綺麗な色だと思う。この辺はねすごい使いやすいかなと思って購入させていただきました。いやいいですね、これはちょっと使いたいと思います。で次こちらめちゃくちゃ大量買いしてやるじゃないかい。こちらね、僕結構好きなブランドというか、僕一回これロンティーで買ってるんで、なんとなくもう安心しきってこのブランドは何も気にせず買ったんですけど、ブランド名はファーストハンドってわかりますかね。ファーストハンドっていう、セレクトショップがやってるところが、メインなんですけど、そこで今回ボーディとかニットメーカーをニットブランドをやってる水谷さんが新しく始めたコレクションのブランドですね。でボーディっていうブランドもぜひ見てみてください。ニットとかねすごい可愛くて素敵なものも多くて、僕もすごい個人的には大好きなブランドさんなんですけど、ボーディの水谷さんが手掛けた新しいコレクションが MA っていう、マっていうんですけど、サトシ水谷が新しく始まったブランドです。僕これロンティー持ってるんですよね、この投稿でございます。ロンティー持ってるんですけど、靴下もちょっと欲しくて、で正直白のソックスが全然なかったから、ちょっと買い足そうと思って購入しました。でホワイトの一色展開で、ソックスでありがちなんですけど、殺菌仕様にされた、靴下ですね。もうほんと普通にパイルの白ソックスって感じなんですけど、このマの説明をするとめちゃくちゃ面白いのが、ブランドのシグネチャーのアイコンが、この MA って書かれてるロゴ、これ MA、 これを、一応マっていうんですけど、これの面白いのがブランドのシグネチャーとなるキーフレーズ、 Good things have a sense of distance っていう言葉、日本語に直訳するといいものには距離感が必要っていう、日本語だとそういうものになります。で説明は、新しいものと古いもの、伝統と最先端、男性と女性など、メールフィメールみたいな感じですね、など世の中に対比される、物事の中でお互いの良さを認め合うちょうどいい距離、それが間っていう漢字で、漢字で間って書いて間って言うんですけど、そういうロゴから来たこれが間です。面白くないですか。あーすごいな、めちゃくちゃ考えられてるなっていうところも僕は個人的に汲み取ってるんですけど、僕はすごいこのロゴフォントだったりデザインとかが好きで、個人的にはこの間のシリーズ、おすすめしたいなと思って今回いっぱいソックス買いました。はい、ということで今回計3点ご紹介させていただいたんですけど、もうちょっとソックス探してるって方はこういう間のシリーズもおすすめですし、ちょっと薄手のニット欲しいなとか、1枚でいいニットが欲しいなって方はぜひバトナー見てみていただければなと思いますし、ちょっと自分のテンションが上がるとか、ちょっと自分の機嫌が良くなるニットとかも持っておくと普段、過ごしやすくなりますし、楽しくコーディネートも組みやすくなるんじゃないかなと思って、ご紹介させていただきました。アイテムちょっと欲しいなと思った方、良ければね高評価お願いします。チャンネル登録もぜひぜひお待ちしてますので、そちらの方よろしくお願いします。今後 YouTube かなり注力していきますので、ぜひそっちの方もチェックよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。以上、大成でした。ありがとうございます。